はい、皆さん、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。EPS オールゲーニング、ストリームボーンで活動してるね、QBK バーチャル YouTuber のアケレです。主にね、YouTube でサッカーの同時応援、応援配信や、FPS でのゲーム配信を中心に活動している v t u b e r です。よろしくお願いいたします。ということで、今日は、ネイジ、八ツだせイね、J1 リーグ、第27節、シ水ゼスバス VS 京都さんが欲しいのね、 どうぞ、実は、えー、応援話の方、させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、今日も京都とってやっていきますよ。ということで、よっこら、ショット。ということで、スターティングメンバーの方、見ていきましょう。ゴールキーパーは権田修一、もちろん清水の守護神。そして、なんと、右に原照木で、達田優吾、鈴木善浪、そして左に勝手山栄一だけど、あら、俺逆かな。ちょっと待ってね、こいつ。 ああ、こんな感じなんだ。そっか。左に、右に原が入りましたね。久しぶりに。山原のポジションに片山が入りましたよ。今季、今季、今節。で、上から。で、中盤が右から、ヤゴピカチュウ。そして、白崎良平、ホナウド、乾隆の。4、4人ですね。ミッドフィルダーは。やべ、かんだわ。で、そして、ツートップはカーリネスによって、アゴさんたら。そして、控えは大久保拓、ゴールキーパーの大久保拓。そして、岸本拓。 バウド、なんと帰ってきましたねバウドを控えにそして宮本浩太後藤祐介そしてなんと帰ってきましたよ11試合ぶりに鈴木優太選手で帰ってきました控えにね<や>そしてマンともう一人はね北川からですよこれ北川鈴木優太のコンビ楽しみですねワンちゃんあの控えて入ってきたらっていうのはありますね個人的にそして、えー、京都さんが FC の方は、えー、ゴールキーパーは上福本 もちろん日本は京都のねガムフィックモードは割とすごいゴールキーパーですかねそしてディフェンダーは浅田そして本田白井井上そしてミッドフィールド登録は取るかね竹富福岡竹田金子山崎木村ということでねこちらが京都参加のさタートもらっておりますそして回がね若原永井松田川崎豊川イスマイラそしてお元清水お前元気ですね多分あの大部員が出たんであろう 大前き圏ですね、元清水の。ということで。はい、GG さん、勝ち点積んでいく。そうですねー。ちょっと今日勝ったところで、勝ち点順位がそんな大差は、あーのー、順位は変わんないんですけども。まあ、上位へ進出するきっかけになる場になるんじゃないんですかね。今日勝ち点3積めば。まあ、あとは、もう、 最下位のジュリルを言われたガンバ大阪とね、あの清水大も勝ち点6ぐらいしかないんで、あの、負けると必ず泥沼にはまるであろう、あの、残留争いですね、な,なっちゃうんで、勝ち点は積みたいところですね、今日も。ただ、前回の柏レイソ戦惜しかったですね。柏レイソ戦、ちなみにあれ、なんと、あの、ライブ、 同なんという、あの、300、ちょっと超えたのかな ?380 十だったかな喫煙からの捉説。ああ、あの、あれはあれで驚きましたね。っていうのはありましたけども。ということで、今日もやっていきます。ということで、横浜生まれ強いなぁ。勝ち48だぜ。独走中だぜ、ほぼほぼ。横浜生まれは独走中ですね。1位は。で、2位から、 どこまでだ ?7 位も6位までが上位 ACL 争いに入ってんな。現状ね。見てる感じ。まあ試合数の差があるから暫定なんですけども。で、裏は f ェ c 東京名古屋も設定る。今、順位状況を見てみると1位を除いて2位から6位が ACL 圏内での衝突順位争い。 で、789も、順位が競ってる勝ち点で。789、10か。で、11位か18位が残留争いって今の感じで。あの。今、合計 ?4 ブロック順位表を見る限り。横浜 F マイナスの単独のブロック。そして2位から6位の HL 争い。出場権を荒た争い。で、789、10の中位、中位。 1桁番台争いで11位から18位の残留争いという感じで今各チーム頑張ってそやっておりますけども本日の試合はこちらでございますちなみにあ,あの見ましたあのニュースニュース新聞でなんだかな J リーグのねあのちょっと俺もさすがにつぶやかずでなかったんですけどもあの 前行われたあの FC 東京 VS 清水デスパルス、あの、アイス、味の素ステバルが来られた試合の、あの前半の、あの、誰だっけかな、カルリエのファール、あの、東京側の、あれと、あれも、どうやらレッドに値するファールだったとか、っていうのはあったのは、まあまあ、うん。あの、っていうのと、あと、あのー後半70、 5分くらいだっけ <laughs> あの、横浜 FC、えー、東京のデーゴリベアだっけの、あの、後藤祐介のビンタ、あれもレッドっていうことで、あの、まさかの、あの、清水 VSFC 東京で、まあ、レッド2枚、まあ、ビンタ見逃されたのは意味不明だな、みたいな感じのツイートしたんですけども、そういうことがあったりとかして、いや v r もまだまだですね、ほんと。 あの一応 VR 確かレッ,レッドカードのやつにも確か介入できたはずなんですけどそれを介入しなかったっていうのもおお、うん、まだまだですねっていう VR もまだまだこれからってことですよっていうのはね感じさせるあの,あの J リーグのあの公式声明があったようでということでちょっとそう VR ある意味なんだよねそう あの、ビンタも見逃すは、足上げファールあーの、カルリへの、あの、危険なファールも、あれをイエローを務めるっていう、まあまあまあ。まあ、日本は VR 発展途上ですからね、VR レフリーも。よ、速さ、んこんばんは、こんばんは、こんこんこんっていう。おいダ、ダゾン、ダゾン止まってんじゃないよ。 あの、なんか、ダゾン最近調子いいんだか悪いんだかよくわかんないっていうね。で、あ、出た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 。オッケー、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 オッケー。カウント。カウントチェック中です。カウントチェック中です。これ、あれです。あの、辞表です。目安、目安対枚表です。目安対枚表の。ああオオッッケケーー、オッケ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 ー。 おーおおおオッケーオッケオッケオッケこれであれだ。あれができる。あー、あのー、だいたい今何分ですかっていうのがわかるようになるっていう。あのね、45分から削る方法しか見つからなくて。まあ、あのー、ちょっと逆なんですけど、本当は。その、本当は。わ、分かる方でアカウントしていきたいんですけども、ちょっとそれが見つからなくて。 あの下る方は見つかっちゃったんで、あのそっちの方でやっていきたいと思います。残り何分かっていうのが分かれば、まあ、まあ、足した、少しはいいかなみたいな、みんなもおけやすくなるのかなーっていうことも考えてね、ちょっと投入しました。ということで、これあれだなぁ、逆バージョンないのかなぁ、なんて思ってたりするけど、ないんですよね、それが。残念、無念。うん。 真っ黒でいいやさあさあさあまもなくねえー、選手入場でございますけどもメイティアスさあ前節清水スバスコはねあの前半7分で1点にとしたものの後半柏レッの立ち入りあの入れ替えにフォーメーションの入れ替えとかメンバー変更とかがあってあの選手交代は3枚。 それに対応することができず苦しい展開の中 <laughs> あのーあーそうだそういや今日あれいないやん山原レロンとあのー松岡大樹がいないっていうまあ中盤の一角になってたあのー山原中盤の一角になってた松岡大輝そして右サイドバックのね山原がいないんですけどもなんかさ出てたよねあのー プレビューで、あ,あの、なんかこう、新型コロナウイルスと、その、濃厚接触疑いがあるっていう。うまさかワンチャンの二人、そう、コロナなのかなーみたいな気はするよね。や、山原か松岡どっちかコロナで、どっちかが濃厚接触者なのかなーみたいな気はするんですけども。<laughs> トラトッタッタッターン。ということで、間もなく、明治安田生命、第20、J1 リーグ第27です

いてことで、両チーム選手に移りました。i g g とサンさ,さん。何誰かが帰ってくると誰かいなくなる。やめてくれ。そうなんだよね。なんかちょっと残念だよね。誰かが帰ってくると誰かがいなくなってしまうっていうのも。ただ、鈴木優太復活したらは嬉しいことですよね。<laughs> ということで、立ち上がりは割と本当、今日の試合は注目ですよ。ホームもなかなか勝ててない清水ですから、 福岡戦以来じゃないですか勝つってないのまだまだ勝つてないの。前日勝ったのが福岡戦だったので、まあ、あの、この、アイスターは、あの、新、芝生がめっちゃ有料っていうことで、結構ね、ナンバーワンピッチで選ばれたりしてるんで、このアイスターでね、勝利見たいですよね、やっぱ。あの、アウェイでも見たいんですけども、やっぱ、やっぱ一番は大画面はホームですよ。 ただほんと、イ,ヌイとヤ子が来たおかげで、中盤の活性化、ビルドアップが、あのー、すっごいできるようになってきましたよね、ビルドアップも。ということで、ヨハヤさん、よしよし、勝つぞ勝つぞということで、一気にもう同説が今日は31人ですか、もう。皆さん見に行けてありがとうございます。 さあ今日はどんな試合展開を見せてくれるんでしょうかね両チームとも楽しみでございますということでそろそろあれですかねさあ間もなく まもなく戦死者いでございます。レイザル戦見に来ました。サンタナと、ゴー、サンタナ、サンタナゴールとこんなセーブ感動しました。あーそうだよね。あのサンタナ、カイツソのあのヘディングのコーナーキックとはめっちゃ感激しますよ、感動。そしてこんなナセーブもすごかった、ほんとに。いやあ、サンタナ、ユイと、どうだろうそんな出るかなコンビで。 ワンチャーンあ,ーあの、後半戦で北側鈴木ユイトが出そうな気がするんですよ。後半、サンタナと鈴木ユイトが、後半、サンタナ、鈴木ユイト、軽い北側かな交代なのかなっていう気はするけども。さあさあさあ。さあ、間もなく、45分の前半戦の方ね、キックオフの方始まります。 まもなく、第メジャー攻第1試合開始ですちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、スタートネ名ジやスは攻め、J1 リーグ第27節チミスバースベースキャッツさん返し試合、キックオフでございましたラインを割って、しっきょボールということでね、始まりました。左上に出てる数字が、A、45分のね、計測時間でございます。 あそこポジきるのかお前さあ上福のドルフリーキックさあさあさあハ原さん試合開始でございますよさあ前半一本入りましたからねおフ人でしたねさあ神福ボーノンクバスパスサとトするさあ40番今日40今日と40攻めるさあ左左中持っていく持ってかせないおーぶねー誰だよ40番木村か木村雄大のね 入ってきましたねーさあ京都ささ最初にねあのフリーキックセットプレイす最初のセットプレイは京都左キックから左側からのこのキックえー、ホーム応援側スタンドかのねあの結構ですねメインスタンドからのホ,ホーム自由席側か自由席積側ですねさあ サポーター目の前でこんなに癖見れるかタッチ、ニアを狙いましたね。ニアを狙ってさ、押し出して割ってスローインですね。おぉ、変化つく。むしろグランド行きましたね。マリッケっけさ、こんばんは、こんばんは。そうだね、よはやさ、天皇杯ホ本ムで負けたからね、京都に。かっちゃいですね。<laughs> さあ、京都スローイン入れてくる。さあ、左サイド中へまた抜き。いや、出させるいや、出ない。 締めぜしめださあ、取るヤコピカツ、や、取られるさあ、京都左攻める武田さ、んや、ヤピカ、当たってるゴンダゴンダまで渡ったさあ、この、京都のパンチックさあ、走る,片走る,片走る片、片山走る、片山走る、片山片山走るかいやー京都の、地雷のブロックですね、さあ、髪をくぼっクリアはいいいぬい、いぬい出せってる京都さあ、 割ってない、割ってない、さ。割って、これは京都ボールか。勝手山が。相手、ピータグ高いから、ちょっと安心。ああ、そうだねー。京都の、今、あの、得点ランキング、結構と、一、上にいる。ピータグーね、高いね、安心にはね、裏の飛び出しとかも、そんな警戒しないでいいがさ、京都のクロングボールは、さだ、取らせない。ただ、ただ、まだ、京都ボール中見るさ。ホナウド行く武田ワンタッチ中入れさせない。 さあ、サンタナいやー、京都ボールセカンドはさあ、浅田ほ、ホンダさあ、もう一回ホンダが下げて浅田もっとさん、こんにちは、こんばんはこんにちは、こんばんはどっちもいいや。<laughs> そんな感じや。さあ、京都、京都から出して、スロインは清水ボール、左サイドから。 京都さんが433の藤に行ってきたようですね。ちょっと予想フォーメョンと外れましたね、完全に。チアゴとサンタの警戒なんですかね。さあ、チアゴが降りてくる。さあ、ここで、ホナウドが取ってさ、逆サイド、これは、原にと、届ける。届く。そして、原、白崎。そして、ホナウドさん、前へ出す。前へ出す。さあ、これは、ヤゴ、ヤゴ、ヤゴピカチュウ落として、カルリ、カルリ、中に、中に入れるが、 シュートはいいね、今、神雲と正面ちょっとミートが甘かったですけども、まあまあ面白い展開ですね。これあれか、ホンダのクリアミスをうまく回収していいですね。惜しかったな鈴木糸、あのサ、いいサブにいますよ、今日は。今日鈴木糸、サブにいますよ。さあ。 ダブルバンチ、清水エスパルスはさあ、ホナウド、白崎の両名。さあ、スイキオシでさトおさ、おぉカルリうまいサンタナー、そしてイ、いや、犬、倒されて清水ボール竹富のファンですスがさあ、入りスタートさ、ホナホナからこれは、立つとですね、さあ、右から立つと行く。逃げらはら下げて立つと、さあ、自陣戻って、さあ、 鈴木吉成さあ、詰めますのは、こちら山崎。下げて、京都は、さあ、足目下げてさあ、いい。おー、ワン、ツー。ほな。さあ、鈴木吉則が左、左、これは片山いや、いい塗だ。さあ、ほな、ほなからさあ、逆サイド、左上の片山。いや、ヤゴピカチュを取る。右からさあ、立つ、白崎。 ほな、ワン、ツー。さあ、チアゴ、さあ、そして、腹手抜き、右。おお、抜いた、抜いたさあ、中へ入れられるかいや、出して、コーナーキック <laughs> いやー、そんなのカバーありましたね。マジで、スチューに復帰ですよ、モトさん。ヤゴピカのコール見てみたいよね。ピカチュー、10万ボルトっていう感じでね、あの、シューンっていう。 ミーム出てありそうだけども <laughs> いやーサンタナいけさキックはヤゴピカチュウとカルリーがいるけどえまあサンタナはガチで経過されるだろうなー今日貸し忘れまったからカルリーかけるのかへえ意外 さあ、カルリ、味方のこんなキックチュ <laughs> 子コさん棚隠れてますね。味方の薄根のせいに。カルリが中に入れる紙を組んで、いや、クリアリングよ、京都のさあ、落ち着いたカルリが回収。セカンドカルリさあ、ま、もう一回入れるが、もう一回割ってコーナーキック いいね、いい狙いですね、カルリー。ーヤゴ、あ、今度ヤゴピカか、カルリーか。さあ、カルリーとヤゴピカが並ぶ右のサイル。ショートでもいけそうですよね。さあ、ボールサイドにはヤゴピカウとカルリーが並ぶ。さあ、ヤゴが走り抜ける。そしてカルリーが蹴り入れる。低いボールは割って。 ゴールキックですね、射崎が当たって、射崎を狙ってるの。ふんふんふん。うまいですね、狙いですね、狙いが面白いですね、これ、ほんと。ゼリカルド監督。さあ、神本のゴールキック。 さあ上とどこを切るまあ、ロンキックだろうなー、みんな上がってるから、京都。さあ、上とロンキック。さあ、白崎、痩せるがノーファウルスターツタのブロックで割ってするゴールキックですね。セットプレーの得でも増えてほしいよね、そうねら、じいじろさんさほんと。そっと、ちょっと。 いやーそれノーファールか、踏んで、踏まれたのに。そうよ、速さ、カメコっ強いですねー。ほんと。モーターさんねー、すげット出してほしいですよねー。出てほしいですよねー。人間が寄ってくる、いいですねー。いやーさあ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 。 さあ、変わってコーナーはね、左キックから。腹大丈夫ですか、ね、多分大丈夫ですよね。踏まれた、ちょっと痛いけどね、踏まれるとスパイクで。サッカーのスパイクって。さあ、京都、左からのコーナーキック。こんなセットプレイは京都。武田入れる、中に入れる、さあ。トーサイド狙うかさそのまま外れてる、セカンドボールは京都ボールセカンド、中に入れる。 竹止め狙ったが差し見ず走り去ったしてオフサイドですねさあ今度はさ田悟に出すさあ今度はロンキックこれは腹を狙う 出させてさ清水ボールさあ身から腹のスローイン肉サイド腹のスローインヤゴピカチュウさあ、ま、戻して鈴木よしのりさあそして左サイド片山使う片山から真ん中白崎ボランチの 下げて立つた。もう一回白崎、下げてゴンダベペナルティエリアのような方まで戻しましたね。ボールを一回、自深くまで。もうとさ、一回落ちます。また後できます。はーい、了解です。さあ、チアコさんだ、通じる後ろ飛ばしてヤコピカチュウヤコピカチュウ通る通るさあ、中にいるがさ、いやー、足反対だったところですが、オフサイドですか惜しいねー。今、ヤコピカチュウ飛び出しよかったですね。チアコさんと狙ったゴンダ ゴンダからのチアコさんだな。そしてチア、そしてチアコさんとのヘディングにちょっと合わせられなかったけども、ヤゴピカチュウ美味しい、いいっすね。いやー、セカンドからの飛び出しうまいっすよー。 いやー、でも、ブラジル人コンビが4人ぐらいいるからね。これも期待ですよ。ホナー、チアオ、カルリ、そしてヤコのね、4人、外国人選手。これも今日は期待ですよ、ほんと。さあ、セル。立つと、ホナードのクリア。さあ、チアオコさん棚が抑える。おー、ヤコピカチュウ、ヤコピカチュウがさ、もらう。ヤコピカチュウ、カルリ、カルリ、いやー、ガニフクモトだ そうだね、木村さんには要注意だね、京君には。逆に今、千代子さんの出してもよかったかもね、右にいた。さあ、神尾熊とか浅田。そして左の、右の井上か。そして左、これは福岡かな下げて、もう一回井上。 さあ、ふく、ふく、井上からさ、前のバスはさ、そのままゴンダ行く、正面。さあ、ゴンダからの、ゴンダ渡りに出すんださあ、ゴンダからホナ。そして下げてゴンダ。吉シさあ、片山からさ、ロングバス。さあ、これはチアゴ狙う。チアゴをそらせさ、ヤゴピカチュウ。胸トラップで抑える。さあ、原。 白崎さ、ボランチの白崎さ、逆サイド、片山。いや、違うそれを、これ越して、犬イイ。犬の仮なテのニックが見えましたね、今一瞬で。さあ、イ,ヌイカルリー。そしてイヌイ、イいや、いや、落としてさ、イ,ヌイ行く。さあ、そ、そこをカルォナクリア。さあ、イ,ヌイさあ、カルリー。いや、これは長かったーちょっと長かったですねー、イ,ヌイのボール。強かったですかね、ちょっと。 さあ、ホンダ、そしてこちらは、40番、竹田、40番、もう一回下げて、ホンダ、浅田、真ん中。そして右のホンダ、ごめん、井上だ。福岡さあ、木村かな、これは。で、下げて、金子、もう一回、セネタリアライン付近。浅田からさ、左の、ホンダさ、中入れるクロスが入るが、ゴンダキャッチ さあ、今度は誰を狙うさそのまま、白崎いや流れてさ京都ボール流れてさあ、チアゴ取に行けないさあ、ホンダ。10番誰だああ、福本か。福本そこにいんのそして福本さあ、左、右流れる京都右さあ、毒バが入ってくる京都入ってくるさあ、京都クロス が、さ原のクリアを押し出す家庭も押し出してさあインイハンド京都のハンドですね木村ですかあ福本のハンドですねさあ下げてさ鈴木押しのり始まったさンダペナルティーにない そして、白崎降りてくる。そこ取るか取るけど、白崎もう一回買うわ。ほな。白崎白崎からさ、犬。いや、ヤゴピかカルリ耐えたね今。さあ、カルリからさ、犬。カルリ。犬。ほな。下げて。よしのり片山よしのり。立つた。おお、食え。腹てるき チアゴサンダラさ、ここ取られるから耐える。いや、セカンド清水。ほんな取る。チアゴ取るさ、そこにイヌイ。いや、ヤゴピカチュウが走り込む。なんか右、ヤゴ。右ヤゴ中に入れるかさ、セカンドヤゴ取れるか取れる。<laughs> さオーバーラップ欲しいかったんですが、さあ、避けて、原。立つた。片山、吉塗りからか、あ、イヌイですね。そしてカルリ おー今のうまいな、吹き方。カルリーさ、から、イヌイ来て。白崎はさ、真ん中、チアゴ裏へ出すがさ、届かないさ、京都のコンターかこれは。木村へ繋がらせないさ鼻がカットしたボールを出した、イヌイ、ヤゴに座る。ヤゴ下げて、ホナー。ホナーとか下げてる立つた。作り直しますね、これは。 下げて、ゴンダへ。まあ、バックラインですね。さあ。さあ、ゴンダからロングパスは、これは上福元まで行っちゃったか。こンダ行っちゃったか。さあ、16分が経過してる現在。さあ、0対0、京都三加。清水エスパス、ベース京都三加。さあ、上福とロングパス。さあ、これはさあ、そのまま割って清水ボールですね。サイド。 立つさあ、ゴンダからさ、立つた。さっさっ、バッカラの救っていくさ、腹腹から立つたそしてゴンダゴンダから立つた、もう一回。立つたがさ、ロングパス、チアゴン狙う、チアゴン飛び出しを狙うが、オフサイドあ、立つたへのファウルですね、これ多分。そうだね、今のよくゴンダ取れなかったよね。 おー、結果はゴンダか。いや、じゃあ、タツタが蹴るんだ。ゴンダ基地じゃん、タツタが蹴れて。さあ。タツタから左の家庭も狙うが届かないさあ、京都は回収倒してファウルでし、京都ボールしすね。タツタ頑張れそうだ、タツタ頑張れどこへ向けたんだ、頑張れタツタは さあ、京都はさ、あげや攻めるさ、7番はさ、中井入れらせない。さあ、中井クリアはさ、低いクロスはさ、吉野がクリア。もう一回な、高いクロスはさ、落としたさ、木村さ、ヤゴピカチ前出す。さあ、チアゴさんたらせるセカンド拾えない京都。いや、清水、いや、取れない京都金子。そして福岡。中へのクロスは、わない。 ワそのまま流れてスローインですねさあ腹のスローイン誰に合わせるホナに合わせたホナ腹。さあ前ロングパスターさあチアゴ狙うが 白崎解説して鈴木吉成。そして左の子、犬。犬が、犬を抜いていくのは片山。左から、外側から。白崎。そして吉成立つた立つたからロングパス。これも無謀が、いや、上雲本は、クリアしたボールはさ、もう一回立つた戻ってくる。立たからもう一回、もう一回裏う、裏を狙う、裏を狙う、裏を狙う 届く届く乾いいやー、惜しい白井の対応になりましたね、乾い。さあ、セカンド通るるか、清水。いやー、終わってし、京都ボールだ。今出すのとこのフィードいいっすねー、ボール。スローインはこれは 木村かなさあ、投げる。落とす。さ京都。いや、セカンド取れない。京都の攻撃だ。さあ、中へ、も中へ運ぶよ、京都。さあ、これは木村だしさ、木村、木村。自ら行ってさ、左。エリアない <laughs> 京都が決めた京都サンドの木村か、これは さあ、京都先制点こう福岡新平のゴールだーなんでふ、ふ、木村さんに集まるんだなんで右を浮かすんだズレするんだ <laughs> さあ、ここで前半21分、京都の先生、か、福岡新平だ <laughs> 何に右沸かすんだよ、清水木村は見るのわかるけども、右を吊るしちゃダメだってクロス上げるそいやーくー なんか VR が入ってくるオフサイド確認はないと思うけどな。オフサイドじゃなさそうなんだけどな。オフサイドない気がするんだよな。見てる感じ。えぇ、ー、オンフィールレビューが入りました。オンフィールレビューオ、オンフィールレビュー今、え、え何のオンフィールレビューが入ったオフサイドだよね、多分。でもないよね、オフサイド。え あ,あハンドがどうかか。どこのハンドや、お前。はえ、そこにスクラリンえ,るえそこのハンド取る山崎のハンドかハンドか、これ。さあ、オミベビ、あ、ハンドだな。 うんハンドですね、たぶん。て、まあま、ジャンプしたとき手が上がったからなただ、あ,あのー、不自然に手ちょっと出しちゃってるから。<laughs> <laughs> うーん <laughs>。面白いなサッカー。ね、お相手できてたよさあさあ、サ <laughs> そういうハンド取るか <laughs> ハンドー <laughs> <laughs> ファンド <laughs> 救われた VR に2試合連続救われてるやん1試合連続だっけなんか VR また救われてるやん清水あ頑張ってんだ <laughs> これを笑わさいねえやスローインかスローインでファンドなっ まあ1年プレイだったからな。<laughs> いやー、救われたね、清水 <laughs> いやー、今のの得点取り消しだよ神 <laughs> は言って、IG1 の担当なに何々、民は言っている、まだここで失点するさたではないと <laughs> いやー、<laughs> ハンドル得点取り消しかー <laughs> いやあ,ーあの、左のライン、あの、センターサークル付近からの振りキきりだと思う。ああ <laughs> 京都あれだろうな。あー、あのー、天国から地獄に落ちされた気分だろうな。<laughs> 地獄までは行かねえな。<laughs> まあ、でも天国が落ちされた気分だろうな。<laughs> 京都は。<laughs> いやーサッカーは面白いな。でも VR じゃなきゃバレなかったよね、絶対。<laughs> いやー、VR、ほんと VR じゃなきゃバレんよ。<laughs> 今のは多分。<laughs> いやー、フリーキックで清水、ハンド。京都のハンドですか <laughs> いやー、一瞬オブジェンドの VR かと思ったらそっちのハンドかー。<laughs> 面白いなー。<laughs> いやー、えっ、ー、とねー、右派、サイドラインの、 センター、線中央付近から。ということは、半打したところからフリーキックなんで、へーへーまさかのスクワレット場面ということで、さあ、試合再開でございます。さあ、セカンドボールは京都よかったですねー。さあ、ン c t 負けて、さあ、京都ボール。 残念でしたね、福岡さん、10話初コールじゃなくて。いやーでも京都社しては同じ番、ことを続けていけばいいんだからなそれを守りたいってこと思ったけど。おっと、千やこさんったさ、鈴木吉宗、いや、彼よりさ、左の、いや、いいいいい犬、いい犬、ヤゴピカチュシュートは、神福元弾いてキャッチだーミートが甘かったですね。いやーさあ、神福元。 そしてさ木村 <laughs> 木村からさ真ん中立つとさ倒してさフパールは京都ボールいや <laughs> うん面白いなやっぱ。 決めきれないと困るぞこの後そうだね。さあ、京都をさ、左、三日の上げるところをさ、これは、片山がクリアしてさ、京都スロイン。さあ、京都が清水ボールさ、カルリー、カルリーさ、カルリー持ち上がる。上げていってさ、割ってさ、清水ボールさあ、犬いからさ、片山。さあ、後ろがビルアップしてく清水ささ、立つた。 立つたからさは腹そしてわして清水ボール立つたからさゴンだ真ん中のかはなうどそうもう一回立つたトライアングルもう一回立つゴンだそして右のりし白さきてけてあれだすいきしのありさあ白らが前出すさあこれは取られる さあ、京都カウンターかさあ、京都のカウンターさあ、ゴンダキャッチー、ゴンダいいナイスセーブ。さあ、今日は多分ナイスセーブがたくさん出てる人になると思いますよ。神福とも結構いいですゴールキーパーなんで。立ちを裏のやったボールは流れて、神福元。そして、ほん、これは朝田。 さあ、それからこれ、ほん、井上上上がってく、井の上。さあ、井上さあ井上さ右から上がってさ、あ、これは、これは、福岡かな下げて、井上。福岡ささ、中へ持ってくるさあ、こちら40番、木村は中中へ持ってきたさあ、ゴンダーバイスセブーブおお、一度行かせないー <laughs> ゴンダナイスセブーブよ、速さ3番いいですね。やっぱ3番はね、聞いてるだけで気持ちいいからね。 これは君のシュートいや違うな。山崎のシュートっすね。君のシュートはタツタがブロックしたものの、セカンドの。ナタツタゴンダ。吉則ゴンダ。おっと、これはファール取られて山崎のファールっすね、ゴンダの。ちょっと危なかったね、今のは。 ゴンダほんとナイスセーブだって今の。さあそしてゴンダ画面戻って。立つた。ちょっと前上げれてないっすね今清水押されて。おお腹かわす。腹を抜く。前持っていく。さあ、カルリー。犬を走らせる。ヤゴピカチュウミングスペースヤゴ神熊と神熊とせ、せってさ、割て。 いやーいやーうん、うん、まあどんまいかみこむと <laughs> サッカー楽しいねー見てるとど <laughs> <laughs> でもね矢後の恥ずかしい向かったなー プロファンのみさん、ピカチュウ走るとこう上手いよね。本当う上手い。ピカチュウが来た方がいい。ピカチュウとイニーが来た方がいいね。自版が活性化してるから本当に助かるよね。さあ、腹のスローイン。再開だ。腹から下げてさ、こっちは白崎。白崎から腹。腹のクロスいい赤み合わなかったかよ、ヤコピカチュウと。カレリか。 いいっすねそのピカチュウブやるだけはほんとうまいね <laughs> 今日と目になんかあコンタクトか。 <laughs> ほんとはらはる数試合ばっかりですね最近さあ今日はサンタナがにそんなボール触は <laughs> まあここ数試合連続点取ってるからサンタナへの傾向は強いんだろうね柏船でのヘディングもあったし まあ三0への警戒は割とね強いと思うそれもあってまあそれが夢出たのが東京だっけあのホナウドの決めた試合さあフトのバントキック長いボールはさ終わってさセカンド終わったさ腹のクリアは浅い 押し返す清水さんもう一回京都さ木村さあ木村とやこうゴールキャクっすねーまあちょっと荒れ気味だね今日は。 さあ、鈴木よしのり白崎そして左の、これは、ほなかほなかそこにいるのかほなからさ、無理か。ちやこさんと通じなかったか。なんか、オフサイだったのかななんか、ちやこさんだけ言ってるのもわからん。さあ、そして左、ほんだ。 まあ、こういう試合は主審のあのー、ゲームの管理能力が問われる試合になりますよね、ある程試合だと。どのように落ち着かせて試合を合わせるかっていうのも、まあ、主審の能力一つにもあると思うんで、審判の。さあ、福本がささげて、もう一回、これは井上。 おおうまいブロックですね。ほんながブロックして割って清水ボール。下げて強いボール。さあ下げて、ほんだ、井上め、ま、井上、井上。髪もけてんね。井上から浅田。浅田からさ、ほんだ。おっとさあセカンド取れるかさ、取れないさ。上雲とのボール。上雲ともう一回下げて、ほんだ。あ,あ、浅田か。 朝田からロングバス。木村惜しい。木村でもナイス,ストラップですね。攻めることできなかったけどもさ、そろいさ、白崎。下げて立つた。おー。壊すた立つた。さあ、そして鈴木よしのり。そして左。片山さん、前バスは通じない。さ押し出される清水。 さあ出させて引きトとぼるなんだろう。言えない矢子うーん、そうだね。はい。言え,ねえのドリブルは見てみたいよね。いやー、でも。井上はどうするさロングパスさあ腹子落としてさやごピカチュウ。もう一回落として腹。 腹から立つた。ゴンダからさ、続きをしのりです、もう一回っゴンダ。立つた、なかなかうまく前も持ってきてないですね、今、こうや話し水。白酒、さ、いや、カロリー、サンタナ、いや、触れない。もう一回押し返されるか、刺水押し返す。ほな、さ、左草。犬、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 犬。 さあ、犬に中へ持っていくサプレーティーエリアないしさ、わっ、試練の対応あってコーナーキック。マ、まあ、リッケーさん、緊張感ありありですね、ほんと今日は。いやー、でも犬、面白いドレイブ見せてくれますね。 さん剣道は誰だカルリかいないのは。いに、ね、カルリ。セットプレイから聞切るのはカルリか。いや、久しぶりにカルリのくみんのはね。最近はずっと山原だったから。おー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 お、さあさあ、誰だ髪動ったパンチング。 押し込め押し込め押し込め閉め押し込め,押し込め白崎押し込めなかったなー京都に23番がほう。あー、北川鈴木ビデみたいよね。 ほんと、下矢先もテントレーりでしたからね。<laughs> さあ、神本のロンキック。スロザス。ソラスさ、京都ソラスさ、セカンド京、清水二二へ繋がれなくてもう一回京都白い 白井からこれ金子かさ。右上げる。中入れるかさ。ゴンダキャッチ。さあ、清水カウンターか。いい匂い、やごう。いいいからやごさあ、カルリからや繋がるか。いや、繋がら、チアゴ、当然ながらない。いや、またまや、京都の攻撃か。さあ、木村。中央崩させない、ほん、ほんナイスブロック。立つた。 シアゴヤゴおっ足を引っ掛けてファウルっすねヤゴあイエロー出ましたねえー、京都16番武田にイエローですヤゴの抜け出しうまいっすねまた抜けさあ京都の武田翔平にイエローですね よはやず M のパス上手かったですね <laughs>。ゴンダから立つた。そして、ボールはどんどん回ってくよ。めぐってめぐって、ゴンダから立つて言っておる。もう一回下げて、ゴンダ。ゴンダが立つた。立つた、裏抜け出し、カルリーを狙う。落として、いや、つながらない、つながる、つながらない。 し京都ファール取られ、清水のファール取られましたね。片山の。片山も、あれなんだよな。攻撃型スライドバックなんだよな。面白いなさあ、フリーキック亀含むと。 さあ、神子とのロンキックはさあ、ホナとセル。倒されて、清水ボールホナから下げて、吉則。吉則立つた腹育して、チアオが繋がらないさあ、スーボール。さあ、カウンターだ。山崎。 武田翔平のクロスは、立つたら抑える。横ピカはって、相手当たって出してゴールキック。武田に。さあ、そらしてさあ、犬犬残せた残せた犬犬犬、カットイン、ファールさあ、フリーキック 山原いなきっか誰が蹴るんだいや井上のパール誘いましたねさあ セットプレーはしびゴールキックから、ね、約2、30メートルぐらいですか <noise> ああ、そっか、いいです弁護できんのか面白いな、やっぱ。<noise> ワンチャンインディア、あれか追訳も担えんのか そっか、スピンがは離せんのか、犬カルリとヤゴピカがいるけどさ、誰が切るセットはカルリうん、いや、いけんのかね、犬いや、スピンがいけるみたいなこと言ってたけど、解説でさあ、どちらいけるさあ、カルリがシュートだ、うん、壁に当たった。 壁当たったあっけ捉えられなかったかちょっと力んじゃったね全員ブラジルやねそう清水の外国人選手全員ブラジルだからねなんか知らないけど面白いことにまあ緊張しただろうね久しぶりにノンフリーキックだし さあ、神上琴のパンドキロンキックはゴールキックは出ない忘する腹反らす。出して、清水ボール。立つたから、ゴンダー。さあ、ゴンダーのロンキック。昔ー俺は、チアゴ。いや、取れない。清水、セカンド取れるかいや、京都だ。オフサイドかー 試合後の大和デイスけさん仙台対千盤の試合は193分ですねだそうですよ皆さんあああのブレ玉のゴールか面白そうだね上保とかけんのかここ さあ、カミュトのロンキックさん中へ入れる。出させる、清水。ほんなのクリアチアゴ、繋がる、久しぶりに、チアゴ。チアゴから片山、いや、取れない。白井。いや、京都取れるかいや、清水、いや、浮いたボールは片山ええー、いい、いい。 今のファウルなんだ <laughs> さあ明日のは3分です さあ、中入ってきた危ないターゲットはまさでしたかさあロスタイム3分残り2分ですかさあ足のエボ3分が追加された さあ、スロインさ、京都。さあ、セカンド、セカンドはセカンドは清水いや、京都出たでしょこんキャッチライ割ってたでしょ、今のおー、いい、しっかりしてよ、副心。先進とかよくけど。 さあ、ゴンのゴールキック。千アコさんたら反らせない。さあ、セカンド、さあ、セカンドは京都武田から前出すがさそ少し水回収。おおホナが上がる右側、ホナスペースイン、いやー、ヤゴを走らせたけど間に合わなかったかー。ゴンドほんとすごいよねー。 残りも45秒ぐらいですかね残りさあカムウロンキック立つとはそのまま流してきてるよ なか,なかシーズホームで勝てないからねさあセカンドボールはさあ浮いた山崎山崎木村さあ原。 ここで前半45分終了したんですけどもなんとか0対0幻の1点が今日で入ったもののまああのハンド取られてずっとですかまあちょっと京都は自分のペースをつかみ始めてたんでい、ええ、やいや怖かったですねー ちょっとやつばべ場面が何個かあったけどもまあ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 っていうところですか前半0点でまあ抑えれたのは9大転向結果的にはですなのかねうーん そういうことだろうね後半戦京都がまあ斎藤工義をメインに戦ってきてるから今その山崎とかあの木村をに釣られてあのあのあれだねあの京都の ディフェンダーが釣られなければ助かるぐらいかなっていう感じ。そうすれば、まあ、ある程度守備は安全かなっていう感じ。ちょっと、あの、後半、前半1点取られた場面も、ちょっと、あの、まあ、ム村だっけあの、あれに釣られ、3人ぐらい釣られちゃって、右をフリーにしちゃったことが原因なんで、あの、そうだね。どれだけ釣られないかっていうのと、 あとはそのボールにどれだけつやこさんたな乾カルリとかが前世のメンバーが変われるかどうかが課題なのかなーっていう気はするよ俺はいやーでも 前半は波乱するのが分かったですねいろんな意味でまあホームで勝ってほしいよね清水なかなか清水ホームで勝てないジンクスがあるから嫌なジンクスって言った方が正解なんでしょうけども なかなか清水のホーム勝てねえからな本当に本当になんでこんなホーム勝てねえんだろうねまあ後半の入りは本当落ち着いて入ってほしいですよねあとはどれだけ京都に全守備が引っ張られないかが課題かなほん、えっと ほう、上でマントロガンも勝ってんのか。<laughs> ボールサー,ーズはほ,ほぼほぼ五分五分、シュート数もややは清水優のゴ分ゴ分か。<laughs> ちょっとお手洗い聞かせてもらっていいですか、少しだけ。ちょっとだけ少しだけお手洗いできます。 ささてさて前半、去っは見ておりますけどもまあ清水はまあそうだねアタッキングサイドは右からがやや多かったよね。半分以上がまあ左から右からかの上がりですもん。京都はもうまあハーフハーフかサイドはほぼほぼ五分五分ぐらいまあ43%で44%でまあ京都はサイド攻撃がメインかなっていう感じ見てる感じ。 でもうーん後半にどういう修正入ってくるんだろうなで<も>まあヤコピカツスブリるの18回やってんのかすごいな。 らもそそこそこかまあ、ディフェンダーとゴ,ゴールキーパーのパス回数が多いよね。そう,まあ、そうなると前線が絡めてないっていう証拠だから、でボールが出せれてないっていう、もうちょい前線とか中盤選手を生かしたいよね、清水は今。 でもヤゴの抜け出しはほんと矢ピカチュウの抜け出しはほんといいあのチャンスメーカーにはなってると思うまあだから清水もどれだけ前線の選手がボールに関われるかが後半のゴールのきけつかな今日は今の前半見てる感じそこまでそこまでだからまあおっりさん コロナなのかなおっけがなのかなっていうぐらいわかんないけど、松岡今日出てないですよね。その代わり久しぶりのホナードが先発出場なんで。いやー。いやでも福岡新兵のゴールはヒヤッとされたねー。 まあでも、うん、前半は、中盤から京都にペースを握られたね。そんな感じかな。前半は、やや京都にペースが握られつつ苦しんでた前回かな。京都は、なんか、うまく先日の、あの、 すり合わせができてるから、あの、できてるのか知らないけど、本当。ボール前つなげてる分、怖いよね、清水は。側から釣ると。いやーうん。 松崎はだけど結構動いてるんだ。まあ今日千代子サドラはシュート打ってないから、もどかしいだろうと思うけど頑張ってほしいよね、千代子サドラも。なかなか関われてなくてボールに。ただ後半の控えにあの、杉内と北川がいいから期待ではあるけども。 そのぐらいかなーって、ちった、でも十九時一分ですか。 えっとえっと待ってね違うのかえー、っと待ってねあいや ま、あ後半はどうなるか見てみますかゆっくり。つないだ、休憩。 まあ、ホームで勝ちないジングスはなんとかしてほしいよね。清水としては、清水サポートとしては。最低でお稼い中が欲しい状況、どう考えても、後半戦考えるように。 まあ、ホームで王子の旗を歌いたいよね。 でも後半どうなんだろうなぁ。ベンチがどう動くかが興味あるほんと。後半はベンチの動きも大事になってくるからねあ<ー>まあお前はいろり席でブイングやったからなぁ。 さあ北側出るんじゃないですか今日もさあ後半はまもなく後半キックオフでございますよあ、まだださあ、JW 第二27説清水谷バスベーススキョウトさんが後半戦開始でございます さあ、京都そらしてさあ、そのままゴールキック。あれ。うーん、あー、タイム、あ、お前か。お前じゃない、お前か。さあ、立つたらさあ、ゴンタのボールは落としてさ、セカンド清水原。いや、金い 片山いみか。鶴岩清水。ほな、片山合わない。いやー、おっと。シュート狙ってったがさ、押し出した清水。セカンドは京都いやそれ取られるのまずいぞ、片山。クロスは、ニアでやばいぞ、まずそれ取られるのまずいぞ 押し出せ押し出せ押し出せ <laughs> おおあ福岡いいだれですねただ長いボールさ中入れさせる清水まずいぞまずい山崎おー山崎はさ出させる出させてこんなきっかあぶねえ危なかったですね清水今2連続シュート体制入られたんでちょっと怖かったですね清水今 立ってたかやつブロックです本当 <noise> 先ほんとさあきょと右左からこのコーナーキック ニアタイ狙うが、ウィッテシミズボールホンダか、ホンダヘディングでしたね。さあ、ミズ後ろからつなぐる、ホナ、カルリー。<laughs> さあ、アドバンテージ ここはほわほなどファルですね彼に見えて当たったのかなあ <laughs> <laughs> っなんかどっちもどっちでファーでルいきやすいんだけどな川崎そうっすね川崎 PK ゲットしましたね <laughs> <laughs> さあ今日はフリー,ケーキックですね最初の後半最初の。 どうなるんだここは警戒ですね清水。ファーの本を狙うのか遠くの。ニアを近くを狙うのか。 福岡か武田どっちかなんでもすねああ、かつっ消えましに今ゴールで。DK ゴール。まあ、やりづらそうだよね、シルパース。二つされてるから。武田合わせて、うおブレーぶね山崎だ山崎だ合わせきましたねー。ふっ さあゴルキックは終わってスローインですね京都のさあ達田が詰めるええー、今の京都のファウルか う <laughs> んか今日は清水やりにくそうっすねまあ千鶴監督だから対策してんだろうな清水を。 お、神福バート開けんのかおー、フェイントか。神福バートロングパスさあ、片山、ヘディングス出して、千秋子さんとはここから見に行く。井上目手で取る、さあ。 片山が当たって、イいんですねさあ、後ろに反らして片山もう一回出して、白ンは京都ボールさあ、山崎ほなから乾前へ立ちッチアはつながらないか。 さあ、上雲とのクリアはさあ、セルさあ、ヘディングで前に出す。割って、京都ボールか。そうだな、ね、1回抜の北側は声出すししいね。<laughs> さあ、こんなのヘディングさ、チアを絡めない。 さあ,クリさあもう一回ヘディングイヌイトラップオフサイドのチアコか絡めなかったか京都プレッサーすごいなさあ京都見極めるちょっとこれまずい流れですね京都に対しては清水は。 さあ、真ん中へ運ぶ日とさ、縦パス、繋がらないと熱さのクリア。今日、まあ、サンタナ見られてんだろうな、もう。うん、厳しくなっちゃうらしょうがないよね、キャンサンタナが。それをどう剥がせるかっていう感じサンタナ使って。さあ、イヌイ、シラサキ、ホナー、おヤゴピカチュウ、カルーリ、チアゴ、うん、チアゴからさ、横の、 腹腹の中のクリアは、クロスはカルリア・ジュリア・ヘディングはかゆみくもまあ、早めの動きたいところだね、清水。遠かったねー。ちょっと、ちょっと遠かったかなー。さ、う、あ、ん、京都が上がってくボール持って。下げるホンダ。じゃ井上か。井上から31万 下げた。し、京都ああ。さあ、本田。下げて、これは、武田か。さあ、原、さあ。チアゴ、繋がるここで、チアゴチアゴがいないねいいいね、チアゴ繋がらなかったかーおー、重いせイって、重いパス出そうとしたな ほな、ほな、ほな、ほなほなうわぁ、あ、当たった。ゴールキックか。ほなどの持ち上がりいいですね、今の。いや、気持ちいい持ち上がりでしたね。チアゴに当たっちゃいましたかなーって感じあれ、連結じゃあれ、京都のあれだね、ブロック上手かったんだろうな まあ我慢の時間が続きそうだね清水辛いけど上福本のゴールキックはこれは引きさあカルリーからチアがつながらないさあ京都のクリアは前バスはさあ清水加藤か片山上クリア 出して清水ボール両チーム得点ねえなーなかなかまあ後ろから作り直して我慢の時間だろうなー今清水はさあかか立つたほな立つた下げてこんだ 腹を狙ったボールは繋がらない。いや。ヤゴピカチュウ下げて。白崎かなホナウド。なかなか繋げられない。さあ、京都のカウンター。ゴイドパンハカルがゴールキック。木村怖いね。 先珠千ア子さんだな、軌道、そうだね。おー、いいね。山炊いたね。さあ、白崎下がってきてる、白崎。サイド変えた、ヤゴピカチュウ。腹てるきそして、さあ、中のクロスシュート、ヤゴピカは、ミートが甘かったか。 いやす杉腕って推進力欲しいよほんと白崎からのクロスかー <laughs> <laughs> さあ神福殿のキックさあ誰を狙うさあ京都山崎を狙うさあ下げる 奪えるとって言うとこゃろ、オフサイドか。ジムズボールあ、こんだけけんのか。いやー。山原と松尾が出てるのは残念だよね。でも、すげえと見えたら嬉しいよね。久しぶりに。 さあ、権田のパントキック、ゴールキックはさ、チアゴさんらセカンドが飛び出してさ、戻す、京都さあ、山崎中入れる竹富竹高かスルーしたけど、わっ、武田割って清水ボールです。京都ボールですね。いや、足乗りが前、前出してね、クリアだね、京都の。 いやー、苦しいなー、清水、ちょっと。<laughs> 押されてる時間が続きますね、清水は。さあ、イネーネヘディングはさ、山崎へ繋がらない。さあ、京都はさ、清水、ゴンだー。腹手抜き下げて立つた。さあ、白崎から おお、ー。もう一回し、後ろからか。さあ、白崎左吉則そして、みぬい前、片山畑くんいやー、白井のツレックが強いなふふ。<laughs> まあ、また入れてるの。まあ、慣れてるでは慣れてるかもしれないけど。 いや交代が先にのしいかなー現状厳しいからまあただ千々監督もうん攻め切れてないという現状点取れてない現状あるからワンチャンっていうのもあるけど京都4バックなんだよなー余計にあって。 混戦のせい抜け出しのは京都ボールただし、それは、立田がクリア化して、清水ボールか、京都ボールか。さあ、京都ボール、下げる、14番、京都。中へ入れるしない。いや、出す。中へのクロスは権だ おっと、ゴンドラバンドキックは、それはカットされるか。今日のシュートは縦パスかシュートかな。まあ、なかなかちょっと清水は苦しいよね、本当なあ、一本欲しいよね、一本。 さあ今度のゴールキックはチアゴ三段を狙うチアゴへのファウルだー武田のまあチア子も落ちてますよねこんな現状だけど千谷子三段のプレーが関わってくるのかなやっぱ下げて権田 下げて、ゴンダー。上げ出す。イヌイいやいや、肩まっか、腹か。あ、字飼ってんのか、がんば大阪。逆サイド、イヌイホナウドタト、ダイヌイチアゴ、カルリ。イヌイいやー、チアゴ DY さん、今日勝ちますかいや、勝ってほしいっすようまいな、この軽いの普通のフライパスも。久しぶりのシリーズコーナーだよ。ここ点取りたいね。応援しますありがとう さあ、こう変るのはカールリー。どう変化つけてくる。カールリー、ファウを狙う。おー、カミクボット触られたか。 ゴピカチュウが手に合わせられなかったかー神といいね出てくれますよほんとさあ原誰に出すさあ注意が入りましたね早くしろとト原のロングスローか原のロングスロー チアゴそらすさあチアゴ、いやセカンドいや、取るいや、えー、なかなかだなー。立つたからロングパススパッチャー遅れるよ、もう。さあ、ほなからさ、腹繋がる、右の。腹のクロスにシュート打ったが、ガタイヤモンド 片山浮いた惜しい押さえられなかったなー今のやっと石水いいズれができ始めましたねチャンス作れてきてますよ清水やっと さコーとノンキックそらすさあ木村下げてさあ14番武田井上からノングパスは終わってゴールキックかないや惜しいな清水もやっとチャンス作り始めたね清水立ちた 慣れてきたらチャンスそうだね。疲れてきたからチャンスほんとそうそうそう。よしのりもう一回サイド変えて原立つたか。立つた原。ホナ <laughs> ウド持ち上がる。さあこれ柱崎原。ヤゴピカチュウ。 うーん、持ち上がりないかー。腹ら、ほな。<laughs> 逆サイド狙うがさ、犬に取れない。ただ、セカンド回収犬もう一回しなからさ、ご、よしのり、<laughs> 立ちた。 おっと、おっと、これいけるかいや、京都取られるかさあ、地で。星乗りからさ、これはカルリが下がってくる。カルリのフィードは繋がらない。白井上福本。裏山は狙いは出てきてるんじゃないかなさあ、清水のファー,清水のファール。 ほな、犬、ほな立つたあーうーん、裏への飛びずなかなかできてないっすね。いや、狙ってはいるんだけど、片山。カルリ。い犬消えたー犬、助かったーチーズに適応 いずいきゃいけない初ゴールだーいやーやっと決めたよ清水かゆいことゴール割ったぞ犬が進化に乗ねえから先生、やっと先生だよく耐えた立田たと片山ナイス立田、た片山そしてカルイのパス それにうまく合わせた、犬いアンペングと、おう、犬犬だよそうだ、犬犬犬来たよはやさん、犬来たよそして、ピカチュウの相棒、たかしさんサ <laughs> トチがタカになったのかボールドラガトうまいっちね、の <laughs> デリカルド監督のこの喜び 解剖の初清水のゴールですよ <laughs> やっぱ日本だよ、そうだよ、いいね。いいね、イゼイク初ゴー頃おめでとうおめでとうジャックさん、ありがとう いいね嬉しいだろうなー一イ初ゴールだからほんとおめでとうです <laughs> いやーよく耐えたよく耐えた京都の攻撃さあ京都選手交代40番から23番 木村から、豊川入りますね。いやー、よくぞエスパルスね、ほんと IG0 さん。ほんとよく来てくれた、清水。さあ、先に動いたのは、京都。木村に変えて、豊川。 さあ京都ボールで最下位豊川怖いねー入ってきたから深澤さん犬よしよし <laughs> IG じゃさこっからですねそうそうこっからこっからさあ千夜5トラップさあカルリ前へ出す犬は繋がらないさあ押し返されたがさあ片山を押し出す カルリーリのパスは繋がらないともう一回戻される。白崎と接ってさ、カルリーリ捨てる。割って、清水ボール。<laughs> 野球はツーアウトから、サッカーはワンゴールから。<laughs> <laughs> エスパス交代まだないですね。<laughs> いやー、いいねゲットしたら本当良かったですね、清水。 まだ交代出されなのかな十0分になっても。さあ、カルリーさあ、イヌイ倒されて、イヌイのファウル。いやー。ヤコトユイわは、面白そうだコンビ、交代ではあるけども、ユイもそころっぽはいけるからなユイとも。 まあ、柏ち合わせ見えたら、勝ちに、変えづらいよね。そうだね。なかなか、変えづらいからなー。さあ、犬、中へのクロス。上福本、取ったー。あーそうだ、鈴木一と、勝ち替えてもいい時期だるそろそろ、時間的には。さあ、ホンダ。ホンダからもう一回、左の、右の、井上。 井上。井上がさ、ロングパス。左、右、ロングパスはさ、原がヘディング。押し出して、ヤゴピカチュウ。さあ、立つと危ない。原。ヤゴピカチュウ。おお、抜いた二人抜いたさあ、カルリ。さあ、そして犬、ヤゴピカチュウ、つな、残せないおーしいこれなら前半からのプレスの期待の交代は。 のそう,あーーそうだね、おもしろそうだね。いやー、おもしろそうだったなーさあ、清水ボールよしのり。よしのりからさ、左のんパスつながらない。アンプラン、もう一手やってて、仕事もう野に入れいいたいね。山崎、いや、ゴンだ。 おー、ゴンダチャレンジ。さあ、ロングポール。さあ、セカンドはさ、清水、チアゴカルリ左、イヌイ。左、イヌイ使う。イヌイのシュートカルリやー、上久本キャッチだ。面白いシュートですでも。 さあ、ホンダ。二の目からさあ、14番、白井。いや、彼にも足つ、追加右かな。彼ル選手交代入りそうですかね。さあ、白井。に中見てさ、奥、中入れる。入ってくるがさ、押し出し水。もう一回押し込むが。 腹す、押し出すさあ。もう一回京都6番、ホンダ。左。おお、似合う使う。さあ、京都中入れる。31番中、山崎。おお、ぶねー山崎のシュート。名古屋さん、頑張って <laughs> はい抜きの選手も、頑張ってほしいわね。そうだね。帰ると来たわ。 いやー、見てみたいね。京都、16番から50番竹田からお前元気入りましたね。ブーブー大前入ってきた。竹富から川崎か。お前入ってたね。みんなダイブイングしましょう。違うか。いやーお前もね、一石ダイブイングだからね。 お前ブーだ、ほんと。<laughs> <laughs> あれ、なんか見たことあるような。あれ、お前元気どっかーに見たことあるような。<laughs> 京都強いよー。強いけどね、野田さん。1点取ってるよ、清水。<laughs> なんか、ステップアップしたいって言って、大宮行って、なんか J2 打ちやった清水だからな。大宮だから。沖田側は準備してますね。 えー、選手交代、清水、動きましたね。カルニノスジュニアから変わりまして、北川荒野かな <laughs> 皆さん見たことあります脳誌。結構脳のステップアップするんじゃなかったのか。<laughs> ステップアップじゃない、スタップダウンだね、お前は。よっ、北川が入りました。うん、さあ、北川が入ってきました。 <laughs> まあ、清水に、あのー、一個も残した、お前が入りましたね。<laughs> お前と偶然温泉にしまった。おお、いいですね。<laughs> まあ、ピータトーを取れた時でよかったですね。さあ、キッカー、お前元気。<laughs> <laughs> 声出しだったらだいぶ中だろうな。<laughs> ゴールスチローさ立つたまだエリアないさあ、押し出す犬押し出しさあ、北側押さえられないお前、きっつり合い。 白井立に行く立てに行ってさ、倒してし、お前、犬。カードっすね、犬の。犬にイエローですね。<laughs> お前はわけ。まあ、下が出ないイエロだね。お前はフルサイセンですか。 <laughs> いやあ、コメントもお前入ってきた。あれますね。まあ。ここは清水サポのところですからね。<laughs> さあ、この清水を知るお前さ、どうするそれはもう数年前の清水は変わってるぞ。お前のキック当選の長さを押し出す清水、反らして。下げる京都もう一回中入れる。この後のクリア。 ちなみに歌が言い食べたらブイングじゃないあまぁ歌がマクシロもいいんかもね <laughs> へえ、プチンコでバッた語るのお前とすごいなでもお前がパチンコって姿見えねえないやさあ腹腹釣れるか腹つ残せるか残せないお前中が立ってたブロック シュートあぶねーゴール左サイドだ危ねえさあシリーズンもう回復こんなキック取られたぞ剣道五は50番お前元気 これでも、お前お前だかちューバ必要。そうだね。8月、そ、そ、ことむりとよね。さあ、左からこの結果は、お前。にや流れていくか、さあ、ファール、清水。清水のファールですね。シアゴイのファールですか。 清水のメンバー交代ああ井の選手交代乾から選手交代後藤祐介野田さん勝てるんだよと思うよいやでもほんと今日乾はいい仕事したよ これはホームで進みの王子の旗か <laughs> ごっちゃん、今度、うまく締めてや。そうや、締めてほしいよ、ごっちゃん。さあ、ゴンダの、このキックは北川。いや、セカンドホ、ホナウド。後藤下げて、片山。そして、ゴンダ。 ゴンダのロングパスはさ、チアゴ繋がらないチアゴさあ、ホンダ。ホンダから浅田。お、深見含本さあ、立つた立つたからゴンダ。立つ。京都選手が出しそうですね。 京都選手交代、えー、19番から39番金子からイ,イスマラ本田から長いかこれで京都5枚か さあ、京都はもう5枚使い切りましてね。の、市民でまだ4枚の、3枚残しか。さあ、片山千マ子チアゴソラスお北川チアゴ浮いたー浮かせてかわしたんだけどなー さフクもとイスマイラーなおなんか長かいつマイラ倒してさ清水ボールいやー怖いねやっぱお前そうだね外国人怖いっすね愛知一郎さんさん 決定力ぞ清水北川は全世界すぎまあいろんな意味でやばいんだけど北川<や>さあゴンダチアゴは狙わない届かない さあ、清水、規制かける。さあ、そして、ン田のキャッチ。いや <laughs> 腹可愛くなったな <laughs>。どうなんだどうなんすかねさあゴンダゴ、ン田のパンド,ドンキックはさあ、後藤狙う。さあ、そして、11番。さあ、ロングパス。 チア、立つさ。ヤゴピカチュウ反らした。誰も返しできずさ。長と、ほら、15番長いか。さあ、元気さあ、24番、京都。下げる。さあ、京都は、プレスをどんどんかけていく。清水、交代しないね、なかなか。イスマイル読んでる。白井。 白い、か、北が、た、片山 <laughs> おーこれコーナー今の。まあまあまあ。さあ、京都三日目のコーナー。なんかゴールキックっぽかったけどね。 さあ、お前元気いけんのは。さあ、お前元気。あ、腹に合わせる。さあ、誰に合わせるファーサイドはゴンダーブネーキャッチーさあ、完封目指して頑張れ。さあ、ゴンダー。さあ、京都さあ、清水、奪う はらはらチアゴ狙う。 さあ、京都のクリアはさあ、イスマイラーさあ、セカンド清水、ホーナウド抜けた、抜けられる、京都豊川を運ぶ中井には入れさせない白関のブロック ちょっと京都こわにまた攻撃活性化してきてさあセットプレー続くさ左からこんなキックお前前行ってきたおっぶねー壊れたボールはクリアしてしまった場合京都ボール山崎さあ白井 腹が反らす。いやー、怖いなー。ちょっと怖い時間が続けな、ね、い残り4分。さあ、豊川のクロスは立つたコナン反らす出させないおー今んだナイスセーブー京都のシュート、今度がナイスセーブうーそう、i g てさん集中だ集中 監督もうわみたいなさあ左側のコーナーキックもう一回聞こうとシ盤のコーさーさ似合わねらってくるがさ腹が押し出す <laughs> ゴンダ様様だよ本当。豊川ヨカンだけ怖いよねまあもう一点とたーンしたいところはあるけども前説のこともあるから さあ、お前中にいるゴンダパンチングゴンダ立ちはだかる。ちょっと危ないシーンでしたね、今の。 守りあるそっかまだ怖い。そうなんで、守りはね、崩されるからね。いやー、混んだ様々だ。混んでないまで行きようと。さあ、88分経過。 シェイズ選手交代しちゃうとこっすねそろそろタツタに言えろ 立つたいやーそ。そこの時間だから一番危ないんですよ、清水。バウルドが準備しますけども。さあ、バウルドが準備しますね、清水。ヤゴピカチュウからバウルド ?5 バック ファイバックすんのか清水、ファイバックするきましたかた <laughs> しと、まあ熱くなったらわかるけどね。バウンド入れてくるか ?5 バック ?5 バックすんのか清水。53にえ 5枚か守んのかす <laughs> つえっアジュアタイム6分追加目安は6分ですさあ6分のカウントを開始はら。原 さすがにそれはファウルだ。倒あ、お六さ6分怖い、そう、怖いね。さあ、残り5分。うん、5バック大丈夫なんすかね 勝ちに行きたいところで、そうだね、さんが前日にのまやだね。いやー、先生って守り切れるかな、清水。ボールサイドの後藤さあ誰、誰を狙う誰を狙う後藤後藤の中を入れる。バウドを狙う。さあ、バウドを残す。 さあ、片山。スコートのクリアはさ、イスマイラーさあ、京都清水クリアバウドを出す、押し出す。北側が行くかさ、ゴールキック。<laughs> ホーム戦術じゃないけども。全リカンド監督、面白い戦術使ってきますね、ここで5バックス。ディフェンダー入れてくるとか。ユート出され、え3枚だまだ清水。 コーナードが出してさ、京都ボール ?532 かな今、チラッと見てる感じ。白い中見る。お前当てた。ナイス。真夏の最後の試合、カー勝つぞ、勝つぞ。ここの方も勝てるさ、シスそうだね、シュシュだね。 さあ、北川、チアゴ、チアゴ・サンタナ、逆サイド、後藤後藤シュート、神、行くもと正面ゼー <laughs> リカウルドは面白い、ほんと。おせる、もう、外れたんじゃないですか、控えからも。おー。ほのるとナイス詰めたな <laughs> <laughs> やはり、リゼムの無敗シーンはすごいのかどうなんだろうさあ、3分経過。長いボール入ってくるさあ、エディングセカンドボール前出す、前出すあ、前押し出せない、大前元気川崎シュート狙うがさあ、まだまだ京都ボールゴンダキャッチ、ここで <laughs> <laughs> いやー、王者の旗を歌いたいっすねー。ということで俺、王者の旗を準備はしますか。さあ、今度のパン、パンドキック。千代子さんたらを狙う。おっと、ここは肌にセカンド通じる。ゴンいや、繋がらないか、そこ。割ってシューズボール さあ、93分30、94分30秒。おっと、チア、ワッチア、ゴ、チアゴ、アシュートは、いや、ブロック。セカンドボール返しは清水片山あげるさん、中には、北川、折り返す。いや、もう一回北川。さあ、北川、時間戦、時間稼ぎ終了。返し返す、北川。 さあ残り1分残り1分長いよロスタイムチビー8 m をつくのが一番大事いやー惜しいさあ90分20秒経過本十13で一生きついとさロングパスでさバウドのヘディング さあ、京都の熱い攻撃芸、チーズ、防御一体入ってきたさあゴンドラキャッチさあ、残り10秒ロス0 0は10秒勝ったな勝ったな勝ったー !GI10 秒 ホーム2000ホームア !2 勝目のシューったぞいやー <laughs> はい名古屋のお湯作りましたーってことで。さあさあさあ、名古屋のお湯見てみますか、今日。おー名古屋ってト来てるぞ いやー、清水勝ったー勝ったよ清、清水清水が行って守りきって勝利ですということで皆様、歌いましょう ただの歌を我々の歌をということで、王子の肌を流しましょうま、名古屋負けると、清水が追、追いつきます。ちなみに、流氷はこんな感じです。バン。ちなみに、名古屋を負けると、えー、次でワンチャン追いに行きます。やー。そういうことです。ということで、 順表はこのようになっております。随分動かないんですけども、若干清水が名古屋の方に食いつかじめましたね。ということで、ではでは、歌いましょう。かの歌を。王者の旗を歌おうじゃないですか、皆様 セツ清水エスバスベース京都参加し1対0で清水の勝利で終わりますそれでは今日,今日もご視聴いただきありがとうございましたそれではバイバイ